こんばんは。で、2019年12月20日23時46分です。で、本日朝の、新着物件の時に、2件しかなくて、これはおかしいなと思って、日中またご報告させていただきますという話をしていたのですが、ちょっと日中時間取れなくてこの時間になってしまいました。で、でですね、本日あのポータルサイトに登録は、まあ、あのいつものシステムを使って2件、まあ、実質1件だったわけですが、その他ポータルサイトに登録されてない物件でも新規はあの 平日あの平月っていうか、まあ、あの平日ではないですね、あの通常の日に比べたら少ない状況ではありました。というわけで、実際問題ポータルサイトに登録されたのは、1件だったということでもおかしくないということを、という判断ができました。なので、日中改めてあの新しい、ポータルサイト登録情報をお届けするということは、いたしませんでした。とはいええー、そのまま終わってしまうのもなんですので、せっかくなので今回は、査定を、また、最速査定を試してみたいと思います。今こうして和歌山市ムソタ不動産と、検索させました。で、ホームズが一番トップに、一番上トップに出てきますので、そちらで何かやってみたいなと思います。で、この PR、 土地の横に PR って書いてあります。全名字土地で、四角、左側に土地、青い四角、その隣に PR、 こちら PR っていうのは、まあ、有料広告、不動産屋さんが有料で、広告を出しているというわけです。で、こちらは無双帯駅徒歩18分の物件にで、ちょっとやってみたいと思います。無双田、園部ですね。園部の1577 94平米で、こちらをじゃあ飯島へ不動産の売りたい方へというページで、ビッグ査定土地、を検索してみます。で、和歌山県和歌山市まではいいんですね。その後なんですね、和歌山市の場合問題は非常に多いので、町名が歴史ある町なんで、本当この町名は、まあ、こうやって、ね、不動産を探すとかそういう場合には、デメリットかもしれませんけど、非常に、なんだろう、歴史のある町だからこそこうやって、町の名前もあって、しかもなんとか町の町が1町2町というのは、まあ、珍しいので非常に、大事にしたいと思います。で、1577-6、1577-6で、はい、土地面積は194.57ですね。こちら 94.57 です。で、こちらをじゃあ算出します。はい、303万円と出ました。はい、こちら280万円と出てます。まあ、まあ、20万円、まあ、大きいようで少ないようで、少ないようで大きい。まあ、ただこの査定が、まあ、著しく、実勢相場からかけ離れているかというと、そうでもないということが、わかるかと思います。基本ベース基上では303万円、ただ実際問題、こう現地を見ていただいたときに、まあ、道路付けであったり、周辺環、その他周辺環境、あとは、水道などの引き込み、まあ、あとはここ下水の地区ではないですけど、下水があれば下水が引き込まれているかどうかとか、そういうところで、価格が変わってきます。
というわけで、ですね、この査定のサイト、購入するときも活用していただければと思います。気に入った土地があって、それを査定してみて、この価格より、著しくかけ離れているようであれば、何か特別なメリットがなければそれは、高く、買ってしまうことにもなりかねません。本当に妥当な価格で購入できるのかどうか、あるいは、売却するときに一体いくらで売れるのか、いくらで売るのが正しいのかという目安に、この簡易査定を活用していただければと思います。で、実際に、詳細を知りたい方はこちら、下の黄色いボタン、実際の査定金額を知りたい方へというボタンを押していただくと、ここで初めて個人情報、ちょっと今こちら私の iPad からだと調子悪いのですが、こちらの黄色いボタンを押していただくと、ここで初めて個人情報、いわゆるご連絡先とかお名前を入力する画面になります。で、そこで、ご連絡先いただいてから、実際の詳細のレポートを差し上げたいと思いますので、ぜひご活用していただければと思います。というわけで本日、12月20日の2回目の配信は終わりたいと思います。それでは、本日もありがとうございました。明日もまたよろしくお願いいたします。失礼します。